はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、近畿地方丸三をお送りします。で、これでね、近畿地方3本目で最後ですね。これで終わりになります。で、今回は残ってる都道府県が2つ、それとちょっとね、最後にまとめではないんですけど、ちょっと付け足しを入れてね、やっていく感じで、全部で穴埋めが7問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ早速 F に行く前に、まあ復習がてらね、近畿でやってたもの行くと、兵庫県でしょ、大阪府、和歌山県、ちょっと順番違うから、奈良県、三重県とでやってきました。で、残ってるこの2つね。で、まず F の方、あそこの都道府県は京都ですね。で、京都はもちろん県ではなくて府です。だから京都府、あのね、 F の場所はね、いいかな。で、読んでいくと、京都はですね、奈良県と、ね、似ていて、まあ、似ているってあるか、寺院とか歴史的建造物がたくさんあります。まあ、お寺とかがいっぱいある。で、奈良もそうですけどね。だから古都って言われてます、京都に関しても。あの古い都って書くやつで、西陣織って読むんですけど、などのほにゃらら品っていうのもたくさんあります、京都は。で、このね、西陣織を代表とするもの、何品かっていうと、ちょっと長いんで待っててね。伝統的工芸品って言います。伝統的工芸品っていうのが多い。で、また奈良、兵庫、京都、つまり奈良でしょ、京都、兵庫、順番間違ったね、奈良、兵庫、京都、この辺ですね、の大都市の郊外、つまり大都市のちょっと周りです。周りなんかでは、出荷日の朝に収穫して市場へ出す何々農業っていうのが盛んです。で、このね、地域で行われている農業のことを、郊外に近いところでやるから近郊農業って言います。郊外に近いでしょ。で、これのメリットは、そのね、大都市、まあ、市場があるとこ、大都市の周りで近いとこなんだよ。だから、そこで収穫すれば、朝ね、早く収穫すればすぐ持っていけるじゃないですか。でも、これが距離があったらそれはできないよね。だから、朝取れた新鮮なものを市場に出せる、市場に出せると。で、それが近郊農業です。いいかな。で、次 G、 最後にね、残ってる G は、まずね、県名からいっか、県名からでいっか、いきましょう。で、県名が滋賀県です。滋賀県ね。で、滋賀県といえば、もう日本一の湖だね。日本最大の湖であるほにゃらら湖があります。で、この湖の名前絶対覚えようね。漢字が、まず O は2個書いて、これを書きます。で、こっちも O を2個書いて、これを書いて、琵琶湖って言います。この滋賀県、ちょっとね、見にくかったらアップにしてほしいんだけど、この部分、ここ。これ全部琵琶湖、湖です。ものすごく広い。いい？で、湖の東にはかつてね、ホニャララ城っていう有名な城がありました。で、これ何城かっていうと、安土城です。で、場所で言うとね、大体この辺、ざっくり言うと。織田信長ですね、安土城なんで。がかつてありました。いいかな？こんな感じで、これでまあ都道府県が終了と。で、最後に一つ穴埋めとですね、ちょっとか、前出し忘れてたやつを一つね、取り上げるんですが、まず、1995年です。に発生した、ホニャララを教訓に、地震を発生させる活断層の調査とか、住宅の耐震化、つまり地震に強くする、ね、地震に強い家とかね、などの対策が進められてきました。で、おそらくね、これを見てくださってる方は中学生が多いと思うので、もう生まれる前ですね。今撮影してるのが2015年なんで、20年前。ちょうどね、撮影してる時期が20年、ちょうど20年前ぐらいなんですよ。この地震が起きた。で、このね、地震の名前が、阪神、淡路の字を忘れた。淡路、
大震災です。阪神淡路大震災、ものすごいね災害でした。自分もね、まあ、小学生だったかな、その時はだったんですけど、うん、すごい災害があったと。だからそれを教訓にしてね、再び同じようなこと、すごい朝早かったんだよねこれね、だからすごい被害になってしまったんですけど、同じようなことがあった時に被害がね少しでも少なくなるようにと、そういう教訓で工夫をいろいろしていると。でここにね載ってないことなんですが、一つことは覚えてください。これね、俺兵庫の時に出し忘れちゃったんですけど、この言葉、ポートアイランドです。いや合ってるよね、ちょっと待ってね。大丈夫ね、ポートアイランドで、ポートアイランドは埋め立て地のことなんです。これ神戸市にあるところで、兵庫県の神戸市がこの辺になるんですけど、この地域です。この地域に恐竜地といって丘があるんです。丘の土を削ってそれを海に埋め立てた。で埋め立てて土地にして、そこに例えば商業施設とか、まあ、マンションとかもそうですけど、そういった土地を作りました。でそこでまあ栄えてると。でそれをポートアイランドというので覚えておいてください。ごめんね、ちょっと付け足しになって申し訳ないんですが、よろしくお願いします。では今回は社会の地理、近畿地方丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で近畿地方これで終了なので、次回からは中部地方に入ります。なので、まあ、またね同じようにやっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。